銅の場合は粒がたくさんあるんですが、奥に見える粒と表に見える粒とあります。それで先に表手前に見える粒を書きます。それに対して今度ちょっと後ろに下がった粒、さらに後ろに下がってる粒、こうしますと前に書いたものが先に出て、後ろへ行くほど後ろに下がっていって房の形が出来上がります。ちょっと早くできすぎたんで、この後ちょっともう少し面白い話をしてみたいと思います。僕が書くときはですね、例えばもう一つこれ同じようなものを書いてみます。皆さんもこれいろいろな形で体験してると思うんですが、例えばこれ、同じようなブドウ今ちょっと書いております。先に書いたものを表に書くとだんだん後ろへ下がっていくと。それともう一つですね、これに対してもう一つ大きな皆さん書き方があることをご存知だと思う。それは絵手紙の方がよく大体使われてる書き方です。これにこういう書き方です。どれがいいという話じゃなくて、これを線描、線に書く、線を書いたから線描、これを木骨法、沈没の沈に骨の方、木骨法と言います。で、これが何かという話ならもう一つあるんです、実は。とこれはですね、どういう形のものかというと、絵を描いたり表現するときには木骨法と線描、どちらで描かれる、どちらが一方で描かれる方もおられますけれど、やはり中にはこうとちょっと線を補う、全部は線は描かないけど補う、こういう方法もあります。ですから特に水墨されてるような方とかは全体をこれだけでやると意外と大変です。どっかちょっと線描して強弱をつけるとかして作品を仕上げる方が多いように思います。でこちらの線描はこれはこれでまた絵手紙とかまたイラストとか皆さん使える方が多いと思います。でこれで墨っていうのは複雑でいろいろ面白いんで、どんどんご利用いただいたら面白いなと思います。